長崎市で1センチなどとなっているほか、広島市や鹿児島市でもうっすらと雪が積もっています。東海や北陸の山沿いではこの24時間に多いところで50センチ前後の雪が降りました。また風も強まり、金沢市では午後9時ごろに 27.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。これから明日にかけて寒気がさらに南下し、低気圧が急速に発達しながら東の海上に進むため、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため日本海側を中心に大雪となり、特に西日本では年末年始以来のまとまった雪が降る見込みです。西日本の太平洋側や東海の平地でも雪が積もる恐れがあります。明日夕方までに降る雪の量はいずれも山沿いの多いところで北陸